くり休めた？上流。ああ、おかげさまでな。昼に起こそう思ったんやけど、ぐっすり寝込んどったから。悠長にしてる場合じゃねえんだ。言うて、カッコつけてたのにな。謝った方がいいのか。ええね。その代わり、今日はちょっと立て込んどってな。例のとある場所に行くんは、しばらく待ってくれる？悠長にしてらんねえのは本当なんだ。場所さえ教えてくれりゃ、俺一人で行く。あかんって。あそこはうちが一緒に行かな。そない簡単なとこちゃうんやで。おい。そしたらな、上流、ものは相談や。うちの仕事を手伝ってくれ。赤虎持たされてるくらいや、腕っぷし自信あるやろ。仕事が早う片付いたら、その分すぐとある場所行けるで。いい加減、そのとある場所ってどうにかなんねえのか。なんなんだそこは。せやな。あそこは知る人ぞ知る VIP たちの秘密の遊び、通称キャッスル。キャッスル？普通に探したってまずたどり着けへんで。選ばれし者だけが出入りできる。例えば赤虎持たされた人とかがな。どうする、上流、うちの仕事を手伝ってくれる？はよキャッスル行きたいやろ。足元見やがって。わかった。ならさっさと片付けてやる。よっしゃ、やっぱそうこうへんとな。ほんなら早速始めよう。うちはこの蒼天堀でホームレスの人たちを情報源にしてる。そのことは言うたやんな。そうだったな。そのメンバーたちから助けてくれ言われててな。最近ホームレスの人たちがちょっとずつ姿消してるって言うんや。どうも囲い屋がさらっとるらしいんよ。囲い屋？せや。ホームレスかき集めて彼らの生活保護費絞り取る連中。その手口はこんな感じ。まずそこらのホームレスに家賃ゼロ、3食付きで住まわせたるっちゅうて、狭い部屋に何人も押し込める。そんで生活保護費申請させて、なけなしのとこからさらにピンハネするわけや。特に何も知らんホームレスなりたての人たちが狙われる。貧困ビジネスってやつか。一遍囲われた人は通帳やら取り上げられて、もう逃げられんようになる。ひたすらゴミ屋敷みたいなとこに寝かされるんや。ほんまの意味での飼い殺しやな。で、お前は俺に何をしろってんだ。もちろんその囲い屋どもをぶっ飛ばして被害者たちを助け出すんや。それが人の道やないの？おい待てよ。そいつはどっかの組のしのぎかもしんねえぞ。蒼天堀のヤクザなら大抵近江連合の息がかかってる。もし相手が近江でもやんのか？当たり前やん。こんなん関西の極道がやっとるなんて恥やで恥。ケツ蹴っ飛ばして蒼天堀から追い出したる。ずいぶんと威勢がいいな。じゃあその囲い屋は何人くらいいる？仲間は俺たち二人だけか。ん？囲い屋潰すんは上流一人でやるんやで。うちはその後の面倒見るんが仕事やないの。おい、なんだと？たく、やっとわかった。お前最初からそのつもりで俺を連れてきたな。まあまあ、義を見てせざるは言うなきなりって言うやろ。その辺できとる人やないとキャッスルには入られへんで。そうかよ。じゃあさっさと囲い屋の場所を教えてくれ。挨拶がてら殴り込んでくる。さすが赤虎の男。場所は大まかにしか分からへんのやけど、囲い屋らしき連中は蒼天堀の橋降りた川沿いあたりによう出るんや。
時間食っちまう。しばらく寝てろ。取らせやがって。しばらく寝てる。時間食っちまう。
時間食っちまった。これに何か文句あるんか。おい、今ベンチ切ったよ。しばらく寝てろ。時間食っちまった。今俺のこと睨んだな。せやがって。しばらく寝てろ。あった。何こっちメンチ切ったのに。せやがって。時間食っちまった。もしもし。もしもし。いや、兄ちゃん。何
らく寝てろ。いらっしゃいませ。いただきます。気に入ったぜ。よし、行くか。ありがとうございました。ありがとうございました。
てろ。やろうちゃん、屋根壁のあるぬくい家の中で寝起きできるんやで。犬猫やないんや。人間様がこんな寒空の下で寝とったらあかんて。あれ方は言わん、騙されと思っていっぺんついてきよ。そんな、わしは別にここでいいし。あんたのために言うてんねんで。うちなら他のお仲間もいるし寂しない。せやけど、そないうまい話に飛びついてええことなかったさかい。わしは今こんなんなってるんや。やり直せるもんならやり直したいで、ほんま。くそが、ええ加減にせえよ。こら、何べん同じこと言うとんねん。さっさと来い言うとるんや。なんやこれ、おっさん。お前ら囲い屋が随分大っぴらにスカウトしてんだな。せやったらなんやねん。囲ってるホームレスたちはどこにいるんだ。彼らを解放してもらう。誰やお前、正義の味方気取りかいな。だったらどうする。わしらは近江連合のもんやで。今ここで頭下げるんやったら金で済ませたるわ。さもなきゃ。お前らに下げる頭はね、さもなきゃの方で話を進めてくれていい。上等やないか、おっさん。ええやろ、ぶっ殺したな。じゃあどこに囲ってんだ。それは近江の極道も失が落ちたな。ホームレスもなけなしの金まで狙ってどんだけ腐ってやがんだ。余計なお世話や。囲った人たちをどこにやった。歯が全部揃ってるうちに話した方がいいぜ。よ、四つ寺海岸、正気町西にあるあそこの2階や。わかった。じゃあしばらく寝てろ。お、おきに。おかげで助かったわ。ああ、さっきのやつら近江連合を言うてたで。あんた大丈夫なのか。この町に長居する気はないんでな。あんたは。え、もし頼る当てがないんだったら赤目ってやつを知ってるか。この辺でホームレスたちの面倒を見てる。いや、わしゃ最近ここ来たばっかなもんで。人に聞いて探せば
すぐに見つかるはずだ。その気になったら頼るといい。赤目ですか。ああ、じゃあな。いませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
何か決めて。嘘やと言うてくれや。しばらく寝てる。時間食っちまう。おい、何勝手に入ってきとんねん。ここは関係者以外立ち入り禁止や。寝ぼけとるんか、おっさん。ここにホームレスが押し込められてるって聞いてな。このフロアが全部そうなのか？あ？おい、おかしな客が来とんで、わけのわからんこと言うとるわ。
どこのどなたか存じまへんが、どうぞお引き取りを。この部屋、外から鍵かけてんだな。中にホームレスを閉じ込めるためか。なんや面倒なお客やな。人んち来て説教垂れんなや。ぶち殺されんで。な、おい、何しとんねや我。長いこと換気もされてね。どれ、ずいぶん勝手な真似するやんけ。覚悟できとるやろな。うちの番だ。随分かき集めたもんだ。こんなことしてただで済まんぞ。わしらは組の人間や。大見連合やぞ、こら。そのコッパだろ。よほど食い詰めたと見えるな。こんな忍びに手出しやがって。大見連合だったらなんだ。上にでも泣きつくか。だがいくら弱小の組でもたった一人に潰されたとあっちゃもうここからは出歩けねえ。おまけに大海の看板に泥を塗ったんだ。騒ぎにしてバカみんなはお前らだぜ。あんた何もいや。おとなしく囲った人たちを解放しろ。今日のことはここだけの話にしといてやる。こいつはお前らのために言ってんだぜ。くそか。素晴らしいで上流、エクセレントや。赤目、よくここが分かったな。上流ならそろそろ片付くと思ってな。外まで囲い屋さんらのお悲鳴聞こえてたで。なんやこの雨。ああ、ホームレス食いもんにしてるくせにうちの顔も知らんのかいな。ったく勉強不足もええとこや。やかましい。わしらホームレスに寝床と食いもん支援しとったやで。それの何が悪いんや。ああ悪いに決まっとるやろがい。都合のええこと抜かしよってこの三下、こないゴミ屋敷に行産詰め込んで何が支援や。勝手に外にも出れんようにして。せやったらお前が代わりに入ってみ。囲ってた皆さんの通帳、身分証、書類もろもろ全部出せや。せやないとまた上流の鉄拳を食らわすでな。ああ、そういうことだ。
いやー、上流めっちゃ強いんやな。おかげさんで罪なき人たちをいっぱい救えたわ。本当に救えたんならいいかな。ん？どういう意味？まさかボランティアでやったわけじゃねえだろ。今度は囲い屋に代わってお前があの人たちを食い物にする気か？いややな、うちはそんなんちゃう。真っ当な支援が受けられるようにちゃんと手貸しますって。どうだかな。あのな、ちょっとうちに誤解があるようやからしっかり言うとくで。うちがホームレスの人たちを食い物にすることだけは絶対にありえへん。あの人らには昔個人的な恩義があるもんでな。それをあだで返す、人の道に外れるわ。そもそもうちが何でも屋とか情報屋とかやってんのもその恩返しが理由の一つ。うちを受け入れてくれたこの町やみんなのためお役に立ちたい一心や。もちろんそれでぼちぼち稼がせてもらってんのは否定せえへんで。あんたが昔ホームレスに受けた恩義ってのは何のことだ？それはまあ、もうちょいあんたとの距離が縮まったらいつか話すかもな。なるほど。信用がないのはお互い様か。今回助けたホームレスの皆さんには見返りとしてうちのお仲間になってもらう。で、さらに充実した赤目さんの情報網は彼らをより安全に守ることだってできる。つまりそれってウィンウィンの関係ちゃう？今までもそうやって情報網を作ってきたわけか。せやけど今回は一気に大量や。上流のおかげや。約束通りキャッスルにご案内すらな。やっとだな。とその前に。なあ上流、あんたやっぱり大した腕っぷしやん。だから頼むわ、これからもうちの仕事を手伝ってくれへんな。お前の仕事？うちは仕事を来るもの拒まずの何でも やねん。けど業務によってはどうしたって向き不向きっちゅうんがあるやろ。上流のパンチ一発で済むのをうちがペシペシビンタ100発食らわして制覇すんのも頭悪いやん。もちろん芝生相手はさっきみたいなクズに限るし、世のため人のためのお仕事や。俺は用事が済んだらすぐに蒼天堀を出ていく身だ。そうなん？だからその間だけでよけりゃ手伝ってもいい。お、ほんまに？ええー、ってええー、って。そしたら早速なんやけど、キャッスル行くまでもうちょいお仕事を頼んでもいい？おい、なんだと？分かってるって、急いでるんやんな。けどこっちの支度もあるし、出発は夜になってからや。それまで少し時間あるし、ちょっとだけうちとお金稼いどこな。はあ、夜までだな。いやしびれるわ、ほんまおきに。アンナ、
せやね。ん？あのね、あんな、せやね。せやな。頼むわ。
しばらく寝てる。
頼むわ。おい。